Nobumasa から極意を伝えられた第二世Kajiwara Genzaemon Naokage はその後Owari藩主Tokugawa Yoshinao に伝え Seigō Ryū 呪術を Owari藩に伝えた。Seishū出身の第七世Nagaoka Fusahide氏は Seigō Ryū Battō の奥義を極め、また Owari Yagyū 家の皇帝で兵法補佐に任じた。第八世Nagaoka Fusashige氏は特に Shinkage Ryūの達人で古来宗伝の Seigō Ryū Battō を再生した。これが Yagyū 家に伝えられ、第十一世Yagyū Toshichika氏および第十二世Yagyū Toshinaga氏により Shinkage Ryū 兵法の術理に沿って全面的に練り直され、Yagyū Seigō Ryū Battō として完成された。特徴は Shinkage Ryū と同じ性自然の働きを旨とし、心身一如、等身一致、一足一等演奏の働きを基本とする。荒木流運用古武則。東流は初代荒木部に祭、源の秀名はこれをはじめ、第四代赤羽一健太、源の信長が文化五年に荒木流運用古武則、すなわち王、居合、薙刀、砦、柔、縄、太刀、
やぎ、やぎ、ちぎり気などの各種武術を取り入れ、総合武術として完成したものである。闘竜は全て全体験から武術として伝えられたものであり、極めて即時視線的な特徴を持っている。中でも居合は二刀を帯びて行い、特に立ち居合においてはほとんど兎に似て敵を倒すものである。 Thank you.